気軽に車。さあ、今日やっていくのはこちら、クターのゴールドマイン。ワクワクが止まらんな。ワクワクってほどじゃないけど、なんか面白そうじゃないか、これは。これは面白そうじゃないか。なんか多分ね、地下を掘り進めていって、こう、金を集めるみたいな感じじゃないかな。なんとなく、ミスタードリラーみたいなイメージを持ってるんですけど、違うかな。まずはあらすじから。ちょん。あー、ちょっとずれてるけど、ちょっとご容赦ください。ずれてます。はい。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、鉱山掘りに出かける脅威の無表情キャラクター。鉱山の奥には金の鉱床がある。クターはちょっとずつ掘っては小屋に戻ってくるが、行動には様々な障害があるぞ。鳥の糞や毒ガスなどに当たらないように、奥の金鉱を目指せ。障害物に当たるとゲームオーバーだと。そういうことでございます。あ、でも下確認する。下ね、あ、今回も、ちょっとなんか、透かし彫りみたいなところがある。このゲームの、落ち着いて障害物のパターンを見極めよう。それコツか？それコツか？ちょっと、ギガレンシャさんは何か勘違いしてらっしゃるんだ。なんか、わざわざこう、マウスオーバーしてさ、マウスをこう、なんかドラッグしてさ、引っ張ってみるヒントが、それは。ちょっと勘違いしてらっしゃるな。それヒントじゃないと思うな。1、しんのすけ、183枚。2、かずき、1121、244枚。3位が64坊や。4位に ST ブラック。ST ブラックって人、俺、チーターだと思うんだけど、チーターじゃないんかな、もしかして。ねえ。なんだっけ、雪玉転がしでね、ST ブラックと ST ホワイトが、ワンツーフィニッシュで確か1秒だって、あれ見てから絶対チーターだと思ったけど、こういうとこで普通のスコアを見ると、もう何なんだろうな。何なんだろうな、この人。ただ、このゲームはまあ100いけたら、すごいいい方だね。100いけないんだね、これ。100いけないし、1位は183だから、100の壁超えてからさらにもう一つ、150の壁。そして100、200付近の壁って感じになってるんじゃないかな。まあやってみるか。とりあえずやってみよう。どんなゲーム。お、これはミスタードリラー的な、あ、この音楽あれじゃん、ヤーマーの曲じゃん。てっ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 てん、あーはーはー、すげえあれっぽい、すげえなんだっけあれ、あのスペランカーっぽいよね。ほう、なんか難しいところあるか、これ。ないと思うな、難しいところ、特に。ん？わからん。いや、難しいところある。ほ？え、これで180とか？すごくないか？ちょっとすごくないか？これで180って何時間かけるの？いや全然怖くないね。いけるね。暗くなった時に行ったら落ちるんかな？いや、いけるよね。はあ、はあ、はあ、はあ。いや、落ちる。行くタイミングがわからんな。ん？この岩がプルプルしてる時に行くのがいいかな？感じとしては。ここで行け。よし。あれ？雲が上にポクモクモクしてたかな？そこに注目しちゃダメか。鳥の雲をかわす。これのみ、この一点のみに集中していく。はい。てれっ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 て。あ、バカがよ。わかった。ほー、11時か、今ので。なるほどね。これは時間かかりますわ。コキコキ。ん？あ、あ、
ああ、なるほどね。いけるか、いけるね。そばい。ほう。なるほど、ちょっと。うう、危ない危ない危ない。なんで？ここは安全。これは分かってた。これはここだね。それでまあ、水絶対当たる、これ。はい。あ、顔動いてないな。顔動いてないな。これがね、これが一番高いスコアになって、これでやり納めかな。面白いな、これは。ナイスナイスナイス。で、こうスピードが乗ってくるまでがあれだけど、あれだけど、オッケーオッケー、テテ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 ね、水も見えてた。あらかたも分かってる。予測できてる。どこで何が来るかは。ここがね、ここに乗っちゃって、これが出てから、手前のが噴射、手前の蒸気が出てから、一気に行っちゃう。で、掘る。ただここは、5。いい、5枚だ。十分十分。4つで十分。十分じゃないんだけど。なんかこの、コウモリが動くまでのタイミングに結構、ムラがあるんで。行っちゃおう。まだまだ安全。ただ水がここから降ってきた。だけど注意。危ない。オッケー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 。てて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 。早く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 。よし。よーい。危ないな。様子見ようとして近づきすぎたな、ね。よしよしよし。水。水来い。水来い。水を確認していく。オッケー。いけるね。蒸気を出てから上に乗って、こっちの蒸気を出たら一気に行く。うわ、ね、炎も出ると。さあ、どこまで掘れるかな。炎出るのを確認してから一気に掘って、全然コウモリ動かん。危ない。いいんじゃないの？ここまでいい感じだぞ。割といい感じだぞ。オッケーオッケー。焦らない。焦らず、急がず、慎重に。オッケーオッケー。ここも水が降るから、水をちゃんと確認して、落ちる水を確認して、2連続の可能性もある、3連続の可能性もある。岩に当たってはいけない。ここで行こう。炎もよく見ておく。炎も見ておく。よし、いける。うい。クマ。こいつらがな、厄介なんよな。よし、おぉ。危な。てれってれってれって。このタイミングよくないよね、多分ね。うー、危ね。これでも行こう。これは全然大丈夫。オッケーオッケーオッケー。上の鳥のね、糞のタイミングと合わせながら。今炎を全然意識してなかった。危ない。で、水。水。よしよしよし、オッケーオッケー。橋。で、ここ、炎。よし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 。集中していけ。目の前にお宝があるとなった瞬間にこう気持ち高ぶる気持ちをね抑えつつやっていこう。真ん中の蒸気出る、一気に走る、炎が出てるから炎をかわす。カンカンカン。コウモリが早かったな。伸びんなスコアが。でも諦めるな。でも諦めない。集中していけ。集中力を切らさない。
数大事。オッケーオッケーオッケー。ああ、ドキドキするね。このドキドキをやってる人にしか伝わらんだろうけど。よし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 。オッケーオッケーオッケー。急がない。これ焦らない。水が降ってくるから焦らない。行く。行けたな。今行けた。で、これ落ちたら行く。よし。で、炎を確認して、すぐ上がる。よし。鳥の糞と、熊の爪の感覚を合わせる。これいける。よし。いける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 。よし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 。まだ96、100いかない。てれっ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 て。手前のクマがな、あんまりこう、あんまり頻繁にこう爪を出してこないな。それでタイミングが来る。行こう。オッケーオッケーオッケー。あ、ここ焦らず行こう。ちゃんとこれが爪を出してから行く。出してくれ。よし、今だ。危ねえ。危なかったよ。危なかったよ。いけるいけるいける。で、水。オッケー。金橋に今まで一度もかかってないな。危ない危ない。いけるか？いけるか？いけるか？いけないね。行こう。で、乗る。状況確認して前に出る。炎を確認して前に出る。安全安全。よし、いける。よし、これ持ち帰りゃでかいぞ。ふぅ、よし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 。で、ほいでほいで。で、蒸気真ん中変える。電気が消える。で、この炎を確認して登る。はしご登る登る登る。よし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 。してここ一度も引っかかったことないな。水が垂れる。よしよしよし。絶対持ち帰る。意地でも持ち帰る。死んでも持ち帰る。この金は、この金は死んでも持ち帰る。家で待ってる。家で待ってる。捕獲ターンのために。他のクターたちのために。飼育のために。頑張るんだ。北海道で金って取れるのかな。あのゴールデンカムイとかさ、金テーマだよね。砂金とか。うぅ、ちょっと休憩させてって感じだな。真ん中に入っておきたいけど。よし、見た見た。真ん中にいて、なおかつ、よーし、うー、慎重にね、慎重にね。オッケー。あ、ちょっと焦った。あ、橋で死んだ。まあいいか、十分じゃ十分か。心の弱いところ、疲れたね。まあまあ、まあ。まあまあ、いいか。もう一回やるかってなったら、30分、40分。一回プレイに10分くらいかかるでしょ。失敗とか考えたら、普通に1時間、2時間かかっちゃいそうだから、ここまでにしとくか。1位取りたかったな。身長でさえあれば1位取れそうな気がしますが、まあ、ここまでにしときましょうか。面白いな。これは面白い。気軽にね、上位狙えるっていう意味では、
時間が許す限り慎重にやれば、上位にやれるという意味では、いいゲームだと思います。クターのゴールドマイン。うん。クター初心者にもおすすめです。じゃあまあ、別のまたクターのゲームでお会いしましょう。ほんならまた。